こんばんは、こんにちは、おはようございます、EDP のアコと申します。初めてサーキットをご利用になる方、ご利用されてるけど、使い方いまいち分かんなかった方のために、動画でご紹介させていただきます。ではまずこちら、はい、駐車場です。まあ、入り口ですね。入り口こちら。夜でも明るくなっております。車はこちら。まあ今はオープンっていう上り立ってます。でお客様の車、イベント時にはここの砂利の部分まで車入れてとかっていうこともあるんですが、まあ平日はそんなことないと思うんで自由なとこ止めてください。ここなんですけれども、赤いパイロンで囲われてることあります。その日は、何か荷物の出入りとかあるので、そちらの目の前ここら辺ですね、ここら辺は避けて止めるようにご協力お願いします。今回はこれは多分荷物の出入りがあるんでしょうね。なので置いてあります。では入り口の方、はい、EDP の、ロゴ貼ってあります。目印は今のところこれだけです。そしてこの下ドアノブ、ノブは水平のまま開けてください。下にひねるとロックされます。やってみましょう。このまま開きます。これ下にすると開きません。いくらやっても開かないっていうのが結構問い合わせあります。はい、じゃあ入ってみます。こちら入って右は立ち入り禁止になってます。基本的には鍵配ってます。セコム入ってるんで、もし万が一空いてても入んないようにしてください。で2階コースへ入った正面が階段になってます。まあ、階段登ったらコースなんですが、先にトイレの方、ここ、はい、男子トイレ、はい、こっち側、はい、女子トイレとなっております。男子トイレの方だけ紹介します。個室、ウォシュレットじゃないのかな、シャワー付き、あ、ウォシュレットだって、TOTOなんでウォシュレットです。はい、で、こちらの方2つついてます。まあ、手洗うところです。2階に上がってきましょう。はい、2階上がってきます。ちょっとね、ピットバッグなどツールボックスなど持って上がると大変かとは思うんですが、頑張って張り切っていきましょう。はい、2階上がってきました。こちら喫煙スペースです。喫煙スペース、こんな感じになってます。まあ、後で向こう側からもまた紹介するんですが、はい、左側、階段登って左側、コースはこちら。こちら開けてもらうと、はい、コースで、目の前にこういった、ごめんなさいね、ご案内置いてあります。ご案内置いてあるんで、もし何かわからないことあったらペラペラペラーとめくってみてください。簡単ではありますが、いろいろ書いてあります。で、Wi-Fi あります。困った時は電話ください、 LINE ください。一応24時間 OK です。寝てるかもしれないですが。で、こちらフィットスペース、基本的に指定はないので、どちらに置いてもいただいて、ピットボックス、ラジコン置いていただいても結構です。はい、こちら側回ってきます。こっち側もピットスペースになります。
あるところ、都合のいいところでお使いください。はい、次。はい、ここ。なんだろう。エアーなんとか。空気でお掃除。こちらの方使ってください。シュッシュッシュです。はい、次。自販機。はい、ぜひご利用ください。食べ物もちょっと売ってたりします。これが今、カップラーメン、豚骨、はい、下の R、オレオみたいなやつですね。で、次、これがキットカット、3つ入ってます。で、チップスター、今は売り切れみたいですね。ノアールも売り切れだった。ちょっと食べ物もあり、夜勤明けの方、お仕事終わりで深夜までの方、エナジードリンクあります。海外系、日本系で、これもまあ普通に自販機です。で、この先、自販機の先ですが、冷蔵庫、さっきのあのこれ喫煙スペースですね。一周回ってこれます。で、たまにこういう虫もいます。大和市、神奈川県大和市は、自然豊かです、はい、で、自販機じゃない、これなんだ、冷蔵庫は、まあ、こんな感じでちょこちょこいろいろなもの入ってるんですが、なんかこれなんだ、ポストイット的なやつとペンあるんで、もし、絶対俺のっていうのがあったら名前書いて貼っといてください。名前書いて貼っとかないやつ、賞味期限がどうたらこうたらのやつはこちらで基本的には捨ててもらう、捨ててしまうことがあります。ご注意ください。冷凍庫、これが何だろう、これも冷凍庫、はい、パルーム、僕のおやつです。はい、塩レモン、これは何だろう、野菜室なのかなっていう感じです。で、電子レンジ、はい、完備です。電子レンジ完備ですが、これなんと1分、2分、3分じゃないんですね。分じゃないんですよ。なんで、なんだっけな、1ってやっても1分より短いのかな。だからちょっと継ぎ足す感じになると思います。はい、箸、コーヒーは僕のプライベートいただきもんなんですが、まあ飲みたい方は飲んでもらっても構わないと思います。はい、これはティファール、湯沸かし器で、洗剤などなどです。はい、灰皿もありますね。さっきのとこなんですが、ここに実は、わかりますかね、バッテリー、パンパンに腫れて捨てるとこないバッテリーは、まあ、あそこに塩水あるんで、その中入れてください。まあ、なんとか考えながら処分していきたいと思ってます。で、まずコースに来たらあれですね、ここ見てください。はい、いろいろな実写の D1 選手なり、フォーミュラドリフトジャパンの選手なりの、サインがあったりします。はい、こちらいろいろな方、いらっしゃった方、サインなりシール、ステッカーなりを貼っていってくれてます。はい、で、本当はね、はい、サーキット来ましたってところで、例えば向こうに行きます。そしたらお客さんいらっしゃいますよね。はい、元気よく挨拶します。挨拶しないと、誰が来たんだ、どんなやつなんだってなっちゃうんで、挨拶しましょう。こんばんは、よろしくお願いします、ありがとうございます。というわけで、気持ちよく挨拶をしましょうってことですね。はい、その先ですね、すいません。はい、ここ交通カプセルっていう、なんか酸素ボックスみたいな、酸素カプセルみたいなのあるんですけど、まあこの前まで無料だったんですけど、ちょっとね、有料になっちゃったんですけど、もしよろしかったらって感じでご利用ください。こちらもピットテーブルになってます。で、
ここまで来ました。このコバノーズさんのバイクの棚の下、ここに、お会計コーナーというか名前記帳コーナーがあります。日付の、あ、ごめんなさい、はい、ちょっとおかしくなったな。はい、戻ります。これね、ちょっと名前隠しときます。日付、名前、お名前と入店時間を書いておいてください。お帰りになる際は退店時間をご記入いただき、ここですね、封筒あります。封筒のここに番号を書いてもらいます。その番号っていうのはここの番号です。この番号を書いてもらって、でここに現金を入れていただきます。現金入れていただいたら、はい、目の前見るとこちらポストになってます。ポストに印でお願いします。ちなみに6月からの料金表こうなっております。基本的にね、目の前に料金表あるんでご覧ください。で、一応どこのコースも同じような、マナーだと思いますが、一応こちら書いてあります。はい、ありがとうございます、ごめんなさい、いいですよ、止まってます、入ります、などなど、こういうご案内がございます。で、次、はい、エトワークスさん物販コーナー、こちらも値段書いてあります。そのまんまの金額になりますので、お帰りの際封筒に入れていただいて、ポストインしていただけたらと思います。もしくはですね、このマフラーだけ先に買っとくからっていうことであれば、この封筒、この番号とかね、その欄外にでも江藤さんマフラー1000円とかね書いておいてもらえれば、まあいろいろ皆さんいろいろ書いてっていただくんですが、それでお会計されても全然構わないということですね。次、こちら、はい、物販コーナー、いろんなものを置いてあります。ちなみにね、委託でこれいくらで置いといてほしいんだっていうものも、受けたまっておりますので、そういったものも、私いる時にご相談ください。はい、オリジナル RDX アッパーデッキも今残り2つですが置いてあります。できるだけトップラインのタイヤだけを置いとくようにしてます。はい、藤原博さんの CD も置いてあります。で、この下ですが、はい、これ100円ぐらいお買い得コーナー、まあ例えばブックオフ、ハードオフでいう、ジャンクコーナー、いろんなもの入ってます。もしかして、見る人によってはお宝が入ってる可能性がありますので、たまにご覧ください。ってことですかね。最後、私の自慢コーナー、全く売る気がない物販コーナーです。はい、アディクションさん、ヤリスっす。はい、ヤリス2万円で、いいなら持ってけ泥棒。はい、次、これがヨコモさん、 SG430 穴開いてないやつ、ボディポストの穴開いてないやつ、はい、2万円、もう売る気がない。で、チェイサー、ヨコモさんのチェイサーですね。これも売ってる時は売ってるんだけど、すぐなくなっちゃって、また品切れになるやつ。はい、倍、8000円、高い。売る気がない。はい、次、FC。横尾さんの FC。侍じゃないやつ。これも4000円の定価に対して1万円。珍しいっすよ。珍しいよ、ですね。侍はない FC。次、オーバードーズさん。OD の90。90マックス伝説のヒレついてるよ。はい、激レア、これ2万円、これでいいならお分けします。超レアボディです。はい、次、今回第3ロット出ちゃったんで、
なんだ、何の価値もないんですけれども、2万8000円、タムタムさん購入の RDX、4万円で売ってます。売る気全くなし。はい、次、これか。これが、なんだっけ。ヨコモさん、プロ4アンプ。これも2万円、売る気がない。はい、次。これは修理上がりかな。修理上がりだから、もう中身は新品みたいなやつですね。はい、次 RPX2、 これも新品。これなんと本当に真っさらの新品。シール開けちゃった。シール開けちゃったけど新品、まあ、これもなんだっけ、いくらだった、4万円って書いたのかな。はい、そうそう、4万円。これも売る気なし。売る気なくて自分のスペアパーツで置いてあるんですけど、もしね、どうしてもね、なんか今ぶっ壊れてすぐ走らせなきゃいけない、夜だからタムタム行ってもタムタムやってないとか、そういう人がどうしてもの時にはご購入ください。はい、次 D1 モーター 10.5 ターン中古品売る気なし、1万5000円。で次 D1 モーター 8.5 ターン、はい、これ完全に新品、入ってない。はい、これも売る気なし、2万円。ということで、よくわからない、そう、紹介もしちゃいました。で、こちらにぶら下がってるボディに関しても売り物ではありません。私の、なんだろう、個人的コレクションですかね。ご紹介はここかな。ここカメラマン席、バンクになってるんですが、このバンクの下、補強が弱いんで人が乗っかると危ないです。危ないですが、カメラマン席だけは補強、足しっかりついてるんで乗っかって大丈夫です。なのでここからこんな、こんなのが取れたりします。シュンっていうね、やつが取れたりします。はい、では大事な大事なスポンサー様紹介。これはバンクを作る際に、ご協力いただいたスポンサー様のプレートになります。皆様ありがとうございます。補充に関しまして、基本的には向こうの壁沿いは好きにやりましょう。できるだけ前に乗り出さないで、背中をつけた形、人がいないときは、ね、別に乗り出しててもいいんですが、隣の人が見えないとかそういうことになりがちです。はい、こちら側ね、他のサーキットとちょっとマナー違うかもしれないですが、ピータイルの中でやっちゃいます。というのはピット側の通路が狭いから、ここピット側、人が通れるように開けといてくださいってことですね。なので椅子とかがこういう場所になります。はい、向こう行きます。はい、さっきですね、サインステッカーボードの、ご紹介しましたが、その横、こちらが、約1年、まだ1年経ってないけども1年前にオープンするときに、皆様からいただいた、スポンサーご支援いただいた方の、ネームのプレートになります。皆様ありがとうございました。なんとかやっております。で、ここ、はい、なんだろうな、あれクロスウェイトゲージかな。はい、ちなみに RCDC 1430から2000、これは全部の重さ、 GRK の、B1GRK リア 1250g 以下ということで、これ Bluetooth なんですね。 Bluetooth なんで、この説明書読みながらスマホにアプリを入れて、コンペなんか参加される方は確認してみてください。まあ、コンペ参加されない方もね、クロスウェイト測って、車の動きがとかいろいろあるとは思うんでね。はい、こちらが、EDP で一番眺めがいい場所です。
いわゆる審査席と呼ばれるような場所です。こちらもなんだ、私物コーナー、販売品ではありません。ここね、なんだこの86、 A86 スリードア8バック置いてありますが、こちらのご紹介はまた後日というわけでですね、だいたい私いるときにはこちら奥の部屋の中、奥の部屋の中いるときにはだいたいお仕事中です。昼食って言ったらおかしいけども、本業の仕事をしております。でその後仕事終わってからはだいたいここにいます。ここら辺でラジコンやってますきっと。はい、というわけで、一通りの EDP のご利用の仕方、ご説明申し上げましたが、足りない点、至らない点あると思いますので、わからなくなった方はこちら、じゃん、じゃん、こちらまでご連絡いただければと思います。以上です。ありがとうございます。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。よろしくお願いします。